今も滑ってるんですけど、こけはしないっていう、軸の真下に、軸の真下付近に足をついてたね。はいどうも、上山満です。で今日もですね、トレイルに入りに来ております。でもうね、今トレイルがですね、面白くて仕方がないんですね。でその中ですね、今日もね、初心者の方に向けた、今日はね、トレイルの下りの足さばきのね、動画をね、撮っていきたいなというふうに思います。そしてまずね、ちょっと下りの足さばきの動画を撮る前に、上りのね、足さばきの動画を撮っていきたいんですけど、これなんでかっていうと、上りでね、細かく刻みながら登れるようになると、それが、ね、そのまま下りのね、足さばきにつながっていくんですね。で足さばきに関して僕どの動画でも言ってるんですけど、ポイントはですね、細かく刻むっていうことなんですよ。まあ、そしてね、細かく刻むっていう中でもう一個ね、意識を持ってほしいなっていうふうに思うのが足踏みなんですね。でイメージとしてはですね、こうやって普通に歩いて進むっていう感じではないんですね。ではなくて、イメージとしてはですね、ビートたけしさんのモノマネなんですよ。ビートたけしさんのモノマネ、これね、このまで足踏み、このまで足踏みして少し軸を倒すと進んでいくわけですね。ちょっともう一回やりますね。こうやって普通に歩くんだよ。イメージはですね、ビートたけしさんです。ビートたけしさんのモノマネです。いきますね。この場でまず足踏みして少し軸を前傾させると進んでいく。でこのイメージで上りもフラットも下りも走る感じなんですよ。基本こうやって上ることができれば、このね、上りで使う足さばきがそのまま下りのね、足さばきになっていくので、まずね、ちょっと上りのね、足元をね、取っていきたいなっていうふうに思います。で例えばなんですけど、これちょっと動画では伝わりにくいかもしれないですけど、まあ言っても 10% ぐらい登ってんのかな、これ。こういうね、ところでもなんか進む前に歩いていくっていう、こういうイメージではなくて、さっき言ったみたいにね、ポイントはですね、もうビートたけしさんなんですよ。ビートたけしさんのモノマネで、その場で足踏みして、ちょっと軸を倒して、前傾して、細かく刻みながら登るっていうね。だから、こう行くっていうイメージよりも、この場でまず足踏みして、このまま軸を倒して、登っていく感じですね。じゃあちょっとね、今から本番です。このね、鍋蓋から、キクスイに向かっての、鍋蓋の下りっていうのがですね、かなり急なんですよね。なんで、そこでですね、どのようにしてですね、足を置いていくのかっていう。で、イメージは、登りの時にやった、たけしさんのね、足踏み。で、ちょん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 ってつま先でつきながら、それと同じ要領で下っていく感じです。じゃあちょっとね、下りをね、取っていきたいなというふうに思います。で、こっからがね、鍋蓋の下りで、かなり急なんですよね。これ橋がかかってるところまでの下りなんですけど、ちょっとね、ここはもうずっと足元を取りながらですね、かなり急な、下りなんですけれども、そのね、ビートたけしさんのこの足踏みのステップで、一番小さな段差を使っていきながら、丁寧に下ったら、決して怖くないですよっていうのをね、取っていきたいなっていうふうに思います。こういう、ここも、で、こう、滑るわけですよ、これもね。でもこういうのも、ちっちゃくちっちゃく、下っていったら、決して怖くないよっていうね。で、こういうところとかもそうですね。今も滑ってるんですけど、こけはしないっていう、軸の真下に、軸の真下付近に足をついてたらね。って感じで、とにかく自分にとって一番小さなステップを使っていきながら下る感じですね。
で、ポイントが止まった時も足踏みはやめない。とにかくこのリズムを損なわない。で、イメージは真下に落ちていく感じですね。飛ばないですね。落ちていく。ここも下に落ちる。基本飛ばない。ずっと下に落ちる。こんな感じで下に落ちる。そして自分にとって一番小さいステップを積極的に使っていくっていう、下に落ちる。ここも真下で一番ちっちゃいステップ使っていく。はい、というわけですね、こんな感じね、たけしさんのステップでね、どっちかというと足踏みをしながら、下っていくっていうね、細かく刻んで下っていくっていうね、動画を、撮りました。結構ね、やっぱり慣れ豚からの下りってやっぱりかなりスリッピーで、あの足を滑らせる場面っていうのは何回かあったんですけど、まあ、それでもね、転倒せずに下れるっていうのはやっぱり自分の軸の真下付近で足をやりくりすることによって体幹がやっぱキープされるんですよね。まあ、スピードは損なうけれども、まあ、スピードを損ねる分リズミカルっていうものを意識しながら降りていくとですね、足さばきっていうのがどん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 身についていくかなというふうに思います。そして足さばきが身についてきたら、本当ね、そこから初めて、上半身を使って、スピーディーにね、下れるようになったりするってことも可能になってくるので、まずはね、今日、僕はですね、動画で撮らさせていただいた、ようなことをね、意識して練習してもらえればなっていうふうに思います。で、少しでもね、本当に僕がこうやって毎日、トレイルに入ってですね、今ね、上りと下りをずっと研究してるんですけど、その研究結果がですね、皆さんのね、お役に立てれば、嬉しいです。それではね、今日も、最後まで動画を見てくださってありがとうございます。またね、この動画が面白いと思った方はですね、チャンネル登録と、高評価、そしてね、コメント書いてくださったら嬉しいです。それではね、また、次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。まあ、あと、こういうとかですね、もうかなり危険なんで、もうほんとゆっくり降りること。一つね、ポイントがあるとしたら、シューズを信じるっていうね、トレイルランニングのシューズって、裏にラグっていうのがついてて、それはですね、これ気をつけてやっていかないとダメなんです。基本的には、しっかりと、岩に、食らいついてくれるんですよね。ただ、この岩とかにね、砂利が乗ったりとか砂が乗ってたりすると滑るので、むやみやたらにっていうわけではないんですけど、でもある程度は、しっかりと、グリップがですね、岩を噛んでくれるので、そういったところを信じてですね、ゆっくり、でもビビらずに降りるっていうね、こういうね、斜めのところとかでも、トレイルのシューズがしっかり噛んでくれるっていうね、ガッと、止まってくれるっていうね。